はいこんにちはひと月満殺澤田です、えー、ついにこの日が、えー、やってまいりましたあ本日、えー、9月19日ですね、えー、兵庫県斉藤知人ですね不信任決議案があ出されます これを撮影しておるのがですね、午後2時なんですけれども、現在、兵庫県議会ではですね、補正予算の審議等を行われておりますけれども、まあ、夕方頃ですね、不信任決議案が出され、全会一致で可決される見込みになっております。まあ、この問題、振り返るとですね、まあ、西張間県民局長がですね、7項目の内部告発文書ですね、これを出されたのが3月中旬頃ですね、マスコミだとか一部 議員の元に、えー、届き始めました、えー、斉藤知事自身はですね、えー、誰からとは公開、えー、していませんけれども3月20日にこの文書の、えー、存在を知ったと、えー、言っております、まあ、本日9月19日ですので、まあ、約半年ですね半年間かかりました、まあ、県政を前に進める前に進めると言ってはおりますけれどもこの不信任決議案が出されるまでに、えー、こう半年間も時間を浪費してしまいました、まあ 彼ががですね、これがどういう選択肢があるというとですね、こちら朝日新聞さんが経緯をまとめてくれているのでま、えー、まとめます、えー。これで見ていくと、まああの今日100%可決されるでしょう、えー、で可決された後なんですけれども、まあと10日以内に、えー、知事が、えー、議会を、えー、解散するか、えーまあ、10日経過すると知事が自動的に失職して、えー、50日以内に知事選が行われるということなんですけれども。 本日、ですね、えー、議会を解散する選択をですね本日するとは思えないですけれども、まあ、10日以内に何かしら彼は決断しなきゃいけないんですけれども議会を解散するのではないかというふうな見立てが大きくなってきてますこう議会解散するとですね40日以内に県議会、えー、議会を解散するとはもう斉藤さんからしたら対抗手段なんですよね。えー、不信任決議案を出してきた兵庫県 いやいや、お前たちがおかしいんだろうということで、要は県議会選挙をです、ね、もう一度やるわけなんですよ。兵庫県の県議会選挙はですね、昨年の4月に行われたばかりなんですよ。でこれをまた16億円ですね、かけて、ですね、兵庫県議会選をやって、新たな議会の下で、 またそこで不信任決議案が出て可決されたらそこで、えー、もうその場合はですね、えー、もう完全に失職という形になるんですけれどもまあ長い、えー、まだ道のりが、えー、あります。全国であの知事に不信任決議案があ 出されてですね可決されたケースっていうのがまあ昭和50年以降で、えー、4例あるみたいなんですけれどもまあいずれの知事もですね、えー、辞職か失職、えー、をしていてですね、えー、解散したという例は過去に、えー、ありませんただまあこれまでの某君斉藤知事の言動を見ているとですねまあこれ振り返るとまず、えー、県の職員、えー、労働組合 にはえー、辞職要求されてです、ねまあ、片山副知事、えーまあ、牛タンクラブですけれども、まあ、あの猿芝居で、えー、知事を守れなかったと、まあ、片山副知事が辞めたり、まあ、片山副知事には関係ないですね、えーまあ、前回選挙で応じた自民党の兵庫県連末松会長がです、ね、辞職要求をしたり後援、まあ、会の会長も最近辞めたりです、ね、もう逆に誰が応援しているのかというところで、まあ、週刊文春本日発売付けで言うと唯一応まあ唯一応 応援したのは奥さんだけなんですかね本日発売週刊文春ですけれども県関係者の言葉としてですね 側近が去って以降、斉藤氏が相談できるのは弁護士と奥さんだけになった、奥さんは非を認めることになるから、やめてはダメと、斉藤氏の辞任を引き止めていますと、それで文春の記者がまた直撃してて、ですね、自宅前で妻を直撃したと、辞任を留意なさった、言った、言わないになるので、知事を支えていく、ご苦労様ですということで、ですね、こうして写真もですね、選挙の時の写真です。 政府の借金時の写真も公開されてます。 まあ僕はやめましぇんと、ですね、まあ、この間、百条委員会とか、まあ、職員アンケートを見ても、ですね、あの西原県民局長の内部告発文書がですね、信憑性がないということ、信憑性がどん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 高まっておるわけなんですよね、で、もう本当に四面楚歌ということを使うのはあれかもしれないんですけれども、まあ、彼からしたらまあ上司、兄気分ですよね、吉村さんがです、ね、でもう電話しても、最後の説得したわけなんですね。 まあ吉村さんからしたら、斉藤知事は元部下ですよ、まあ、大阪の斉藤さんは元はあの財務課長でしたかね、財務課長として働いてましたんで、まあ、吉村さんからしたらですね、まあ、あのずっとまあこの一つ何冊でやってますけれども、維、ま、新、あ、が目下お膝元の大阪でも負けまくっとるわけなんですよね。で斉藤さんのの影響っていうのが もうどう考えてもあの影響があるということでですねもう最後、も吉村さんに電話してですねもう頼み込んだわ頼み込んだかどうかわからないんですけどまあ、一部どんな形でまあ電話でまあ話したかっていうのをあのこれ産経新聞で見ていくとですね、えー、まあ斎藤氏の対応についてですね、えー、初期で、えー、初期対応ですね、初期で対応方向づけるのは間違いだった。 対応だったのではないかと直言、まあ、これは何を指しているのかというと、まあ、3月27日の会見でですね、まあ、嘘800だとか、公務員失格だとか、えーまあ、あとはその公益通報の問題ですよね、まあ、そういったことを指していると思うんですけれども、まあ、あとはですね、えーまあ、この間の百条委員会で明らかになった、まあ、机をたたいたりパワハラとかですね、まあ、あのあたりはですね、間違いを認めて辞職すべきだというふうに説得はしたんですけれども、直属の上司である吉村さんがですね、 だけど僕はやめましーんということで、ですね、まあ、今朝のですね、えー、ぶら下がり会見、えー、見ていても、まあ、あの自分は悪くないと今でも思ってるんでしょう、おそらくえ議会を解散します、今朝の様子、少しちょっとサンテレビさんからちょっとお借りしてですね、ちょっと見ていただくとですね。 4年間の任期を全うするとおっしゃっていますが、それは議会を解散して、自身が続投するという選択肢も解除していないとということですかあの私の思いは、やはり、あのー、しっかり改革を進めていくと、そして県民の付託、3年前いただきましたので、4年間、しっかりやってほしいということでしたから、まあ、それをやりたいという思いでいます。あの不 解、まあ、決された後の対応については、あの繰り返しになりますけれども、さまざ、あ、まな選択肢を、これはやっぱりしっかり考えていかけないけなさまざまあ、様々な選択肢って言ってますけど、さまざ、あ、まな選択肢は、えー、ありません。 ありませんっていうのと、まあ、この後に及んで,で、すねまだ県民の負託とか言いますけれども、そういうなら、ですね兵庫県の,あのどこかの部局行って、ですね電話を受けてくださいよ、あんたに対する苦情の電話がどれぐらい来ているのか、それをもって、ですねまだ県政を進めていくと、まあ、ちょっと僕たちがもう想像できない、えー、ような状況になっております、まあ、こう想像ができないようなあ彼ですので、まあ、これまで、えー、先ほど申した通りですね、えー、まあ あの解散したという例はないんですけれども、これ、解散しそうなんですね、でまあ、先ほど言った通り、兵庫県議会って昨年、まああの、昨年の4月ですね、行われたばかりなんですけれども、まあ、これをですね、まあ、16円かかると言われてますけれども、16円の予算を使って、えー、また県議会選挙をするというところでですね、まあ、もちろんですね、特に維新の議員なんてですね、絶対 全体選挙したくないんですよ、まあ、前回の選挙結果とか見るとですね、まあ、昨年行われたばかりなんですけれども、まあ、一新がまあ選挙前の4議席から21議席にまあ5倍ですよね、5倍に増えて、当選21人中ですね、新人が15人、えー、ですよ。 まあこうしてまあ兵庫県、自,自民党が最大会派ですけどもまあ第2会派としてですねまあ兵庫県議会の中ではですねまあ斉藤知事のもとこうやってたのがですねまああのまあかばい続けてきたまあ彼らがまあ今回県議会選挙になってえまあ残念な結果になって維新ざまー と思うののはももいいんですけれどもちょっと考えなければいけないのがこの県議会を解散するということはもう一つの意味があってですね現在行われている百条委員会も解散するということになります。 西張馬県民局長はですね、あくまで真相解明のため、この今行われているですね、百条委員会で真相解明を徹底してくれと訴えておりました。 まあ一心ざまじゃなくて、ですねえまあ議会が解散されて、ですねまあもちろんですね新たな審議会の方でまで、百条委員会をの設置動議が出れば、百条委員会は行われるんですけれども、新しい知事の下でで、すねまた本件に関して百条委員会が設置されるかというのは、相当謎ですよね。というところで、今回のまあ県議会の議会の解散というのは、斎藤知事自体が がもう道義的責任がないというふうに言ってるんですけれども、本当に西春山県民局長の思いを踏みにじるようなね、えー、選択になるということを分かっていただきたいなと思って、ですねちょっと改めて、えー、西原山県民局長の最後の言葉を見てみたいんですけれども、西原山県民局長がですねお亡くなりになりたのが7月7日ですけれども、 えーまあ、百条委員会にです、ねえー、出席する予定でした、えー、予定でしたけれども、えー、その前にですね、えー、残念な。 最後、迎えてしまってですね、まあ、百条委員会に出席すると想定してですね、こういったことを回答しようということで、西春馬県民局長が陳述書というものを残していきました、それでですね、その陳述書をですね、この奥さんですね、奥さんが県議会宛てに送ってるんですけれども、まあ、ここの中でですね、まあ 西原県民局長の言葉が、えー、残されてあってですね、ちょっと一部読むとですね、えー、主人が、えー、最後の言葉を残していました、あそこには一生をもって、えー、抗議をするという旨のメッセージとともに、 えー、19日の委員会、これ、百条委員会のことですね、19日の委員会に出頭はできないが、えー、自ら作成した陳述書および参考の音声データ、これ、ワインの音声データでしたね、えー、提出をもって返させてほしいこと、えー、そして、えー、百条委員会は最後までやり通してほしいことが、えー、記されていましたと。 斉藤知事がですね、仮に今回の不信任決議案に対して、えー、まあ辞職せずにですね、議会を解散するというふうな判断をするということは、こう西原県民局長のこの思いを踏みにじめるということになるというのは、あの、強く申しておきたいと思います。 そそもそも百条委員会自体ですね、これ今映してるのが、まあ、7月19日に配布されたスケジュールなんですけれども、えー、まあ西原も県民局長がですね、えー、まあ内部告発文書に書いた内容というのが7項目、えー、ありましたね。ままあ、先生の話から始まって えーまあ、選挙行動のこととかですね、贈答品とかパ、最後がパワハラで7項目あるんですけれども、まあ、先ほどのスケジュールに戻るとですね、まだその7項目中ですね、パワハラとじ贈答品の話しか終わってないんですね。 まあちょっとあの、イレギュラーでですね、えー、公益通報の話が、えー、先に入ってきましたけれども、まあ、実際この、まあ、7月19日時点でですね、出されたスケジュールではですね、要は、えーまあ、パワハラ贈答品の話から始まってですね、えー、10月下旬、えー、ここで予定されてたのがですね、優勝パレードの話です。まあ、そういった形でですね、まあ、年間通してまあ報告書をまとめるというのが当初の予定でした。 なんで、全然、まあ、終わってないんですよね。えー、まあ、この百条委員会自体が。まあ、内部告知文書の、まあ、7分の2。 ぐらいしか終わってなくてですね、まあ、特に県、まあ、職員等もですね、この文書が出たときにですね、これが一番やばいと思った、まあ、優勝パレードの、えー、話、これがまあ本来であれば、えー、10月下旬でしたかね、に実施される予定だったんですけれども、まあ、全然ね、あのー、まだまだやっていかないとダメなんですよ。こう解散してしまうとですね、百条委員会も解散してしまいますので、この真相 回追求というものがですね、えー、もう終わってしまう可能性もあるんですね。で特にまあその補助金のキックバック契約、まあ、優勝パレードの話ですよね。これってもうあの一番やばい話なんですね、えー。西原県民局長の内部告発文書をちょっともう一度復習するとですね。 この中の6番ですね、えー、優勝パレードの陰でと、えー、令和5年実施のプロ野球阪神オリックスの優勝パレードは、権費をかけないという方針のもとで実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業からの寄付をつなったが、経費結果は必要額を大きく下回ったと、まあ、そこで、まあ、あの信用金庫への県補助金を増額して、それを、えー、募金としてキックバックさせることで、えー、補ったというふうな内容でした。 これもまあグレーというか、もうブラック、限りなくブラックに近くてですね、もう片山副知事がですね、指示をしてですね、当初1億円だった補助金をですね、急に4億円に増額するというふうな口頭で指示をしていたということも明らかになってます。これが明らかになったのが、これがサンテレビさんのまあ独自のスクープだったんですけれども、 こちらですね独自、兵庫県元副知事が補助金増額を支持した県職員メモというので2024年8月6日の記事なんですけれども、まあ、この県職員メモ、これがどんなものなのかというとですね こちらですね、まあ、県職員のメモなんでもう公文書ですけれども、まあ、ここで書いてある通り、えー、課長査定時点における片山副知事からの、まあ、指示ということでですね、えーまあ 要は予算を増額するように、前年度予算額の2分の1の4億円程度まで、これ当初1億円の予算で決まってたんですね。それを4億円程度まで事業設計するように口頭で指示があったと。その後のですね、知事査定のところで、これが確か3億何千万、みたいなちょっと中途半端な数字だったんですけれども、それをですね、まるっと四億円にするようにということで、斎藤知事から指示があったと。 まあ当初予定,予定していたまあ予算1億円がですね、まあ、急にまあ4億円にもこう膨れ上がるだけではなくて、まあ、その優勝パレード自体がまあ11月23日にあったんですけれどもさっきの告発文書の中でまあ幹事社として名前が挙がっていた信用金庫があるんですけれどもその信用金庫がまあ寄付の受付をしたのが11月17日と28日なんですね。えー、でその後まああの後金融機関が相次い で、えー、寄付をしているっていう状況なんですけれども、えー、優勝パレードがあったのが11月23日なんですよ。で28日とか、えー、それ以降とかって寄付してもあまり意味ないですよね。もちろんこう寄付して タイガースの選手とかバッファローの選手が乗っているバスに親規の,の名前が入ったりとか、まあ、そういう PR 的な意味合いがあればやりますけれども、まあ、これもどう見てもおかしな話であるということで,です、ね、これ9月6日の百条委員会ですねこれ片山副知事が初めて証人尋問で出られたときなんですけれども。 まあこの9月6日の百条委員会というのは、メインテーマがーパワハラ贈答品の話だったんですけれども、竹内秀明県議が、不意打ちみたいな形で、ですね、この優勝パレードの件に関して、片山副知事に質問してるんですね、これ、改めて見ると、これ、完全に動揺している様子が見て取れるんですね、皆さんもちょっと一瞬見ていただきたいんですけども。万しかか集まっってなかったんですよ。 それがあなたが訪問した後ですよね。で、具体的にはパレードの後にこれ振り込まれてるんですけども、総額が2000万円になってるんですよ。50万円が。あなたが行ったことによって、1950万円増額されてるんです。いろんな補助金が入ってるところ。これなんか、具体的に2000万っていうちょうどになってるんですけど、2000万集めてくれって信用金庫の訪問された理事長に言われたんですかえっと、金額。 ちょっと、あの、今日の内容と違うんですけど、それはよろしいでしょうかあの、記憶の限りでお答えできる範囲でお答えください。えっと、お願いに行きました。具体の金額を頼んだ覚えはありません。えできる限りのご協力をお願いしますと言いました。まああの まあなんか明らかに動揺している様子はもう見ていただいて分かったと思うんですけれども、まあ、お願いをしましたと、えー、言っちゃってますよね。でまたですね、えー、これ、アイラドットの今西記者なんですけれども、あのある、まあ、金融機関ですねの証言も得ていてですね、まあ、いつこれを寄付してといっ てきたののかというのに対してですねこういう証言を引き出してましてですね、えー、優勝パレードが終わってからですと、えー、寄付すればパレードに使用する車のロゴに入るなど特典、えー、があるのですが、すでに終わっていますと、えー、当然のように何のメリットもない、金を捨てる気なのかと内部で声があり上がりました。まあ、それはそうですよね。まあ、それ、すると、えー、うちの最高幹部から、 えー、県の金融機関向けの補助金増額が決まっているので、えー、寄付はセットになっている、えー、最終的にプラスになる、損はしない、えー、優勝パレードの特典とか、えー、関係ないとの、えー、話でしたと。 まあ片山副知事っていうのはですね、元あの兵庫県信用保障協会の理事長さんだったんですね。まあ、だからまあ公的融資のですね、保証人で、金融機関からしたらまあ頭が上がらないということで、片山副知事のまあ、 影響力というのはもう明らかにまあ大きいというところでですね、えー、まあこの証言を出した金融機関はまあ300万円の寄付をしたということなんですけれども、まあ、こうしたですね、えー、まあ,ある意味、これ、実はもう告発もされてましてですね、 これ兵庫県とは全く関係のないあの東京都の男性が、えー、あの大阪地検に告発したみたいなんですけれどもこれが、えー、9月ですね、えー、これ時事通信の記事で読むと。 プロ野球、優勝パレードへの協賛金の見返りに金融機関の補助金を増額して、県に損額を与えたとして、東京都の男性が11日までに大阪地検に片山区知事を、斉藤知事と片山区知事を告発したということなんですね。で、告発状によるとですね、補助金をですね、1億から4億に増額したと、要は増額と引き換えに、要は優勝パレードへの寄付を金融機関に要求し、 本来不要な補助金の増額によってノルマ通りの寄付を集めて評価を高める目的で県に損害を与えたのは要は背任罪に当たると主張したということですいやこんな告発までされてだったらさっさとあの県庁内で調べればいいじゃないかと思うじゃないですかそれ当たり前な質問ですね 9月17日、おとついですね、産業労働常任委員会で、丸尾県議が牛タンクラブの一人、ですね、原田産業部長に対して質問をしておるんですけれども、またこれが、ねまあ、原田産業部長の歯切れも悪いこと、悪いこと知事が金融機関とのやり取りで、補助金を材料に寄付金を依頼をしたかどうか、金融機関に聞き取りをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 また、われわれが、そうです、はいまあ、それは犯罪,犯罪行為にもなるかもしれません、ちょっとそこをきちんとさしか、はいをし、まあ、こうした大問題もありますし、西原県民局長がですね最後まで、えー、百条委員会をやりほ通してほしいという強い思いを受けてますので。 本当に斎藤知事ですね。これ議会を解散するっていうのはですね。そういった思いを踏みにじることになりますので。で、まあ、優勝パレードの話だけではないんですよ。百条委員会、まだまだあの後半になればなるほど、あの、重要な議題が、まあ、たくさんあってですね。まあ、はっきり言って、まあ、冒頭やったですね。まあ、パワハラ贈答品という話はですね。まあ、枝派的なというと、 まあ、特にパハリンカー社は県庁内でですねたくさんの方があのご負担になられてのことと思います。でも本当に重要なですね優勝パレード、この優勝パレードの話に関しては、ですねその間で、えー、その事業で携わっていたもう一人の方がお亡くなりになられたということも、えー、分かっていましてです、ね、これ、きちんと承認を呼んでですね明らかにしていかないと、えー、いけません。なので、ですねこれでまあ議会解散とかとなると、ですねこう百条委員会、 えー、事態も解散してしまって、ですねこれがあやふやになってしまうというのは、いかがなものかと思います。ほ、まあ、他にもですね告発文書、まだまだ百条委員会で議論する話というのはたくさんあって、ですね、まあ、3番の投票依頼行動だとか、ですね、まあ、あの5番の政治資金パーティーの話だとか。あ 職員のアンケートでもですね。えー、まあ、このあたりっていろんな話がえー、まあ、出てきてまして。 まあ、例えばあのこの、まあ、職員アンケート、えー、パワハラと贈答品の話はしましたけれども、例えば政治資金パーティーの購入依頼について、これ、記名の回答で職員から、まあ、例えばどんな話があるというとですね、斎藤知事就任後の要は退職者の OB ですね、をまあ、幹部2、3人ピックアップして、要は片山副知事が要は関係団体にパーティー券購入を うな斡旋するように指示したというふうな話があったりですねあと、他を見てみましょうか、まあ、優勝パレードとかのアンケートの自由記述を見るとですね信用金庫に勤めている知人から今後の補助金の受給のため断れなかったと聞いたとかですね えー、担当課の職員からパレードのお金に関してはかなりやばいことをしている、こんなのやってられないという話を聞いただとか、まあ、とにかくあの、まあ、パワーハラに関する回答思多いんですけど、まあ、優勝パレードに関するあのこれ自由記述なんで、自由記述がたくさんあって、ですね、まあ、それがまああの今後、まあ、百条委員会の議題としてまあ承認も出て、ですねやる予定だったんですね。 この当初の予定通り10月下旬ですね、これもちろん斉藤知事も証人として呼ばれて、ですねまあ優勝パレード等に関してまあ、優勝パレードの話中心ですね、尋問を受けるという形になっていました。なんでね、やはりまあ私、個人的な思いですけれども、もうここまでまあ奥さんは留意しているかどうかわからないですけれども、また元上司のですねまあ吉村さん が電話でですねこう説得しても、まあ、それでもやめましんともうこれ誰が言っても,もうやめないですよね、イコール、もうこれ、県議会解散するでしょう、え解散となったらですね、まあ、その、まあ、兵庫県のこの影響でですね、まあ、あの近最近で言えば、美濃市長選挙、現職の維新の議員が負けたり、ですねもうはっきり言ってズタボロなんですよ、斎藤さんの影響もあって。でそののの藤さんんど真ん中の兵庫県 県議会選挙なんかで選挙したらもう維新なんか惨敗するの間違いないでしょうまあこれをざまぁって言って終わる問題でもないんですよねこれによって百条委員会が止まってしまうというのはちょっと少し私は、えー、悲しいかなという思いは、えー、します 維新、まあの県議、えーまあ、特にです、ねまあ、あの斉藤さんを擁護、をもうどう見ても擁護ですよね、指、え、摘、ー、た議員たち、まあ、前回選挙を見るとです、ねえー、圧倒的な強さ、えー、見せてますよね。 と思ったら、まあ、そんなにあれですね、えーまあ、例えば、一心の団長ですね、えーまあ、百条委員会の副委員長もしてる岸口稔さん、これ明石選挙区ですけど、まあ、前回、まあ、当選ですね、えーまあ、3位か、そんなに強くないな。 あこれ、トップがですね、これちょっと今回、話全然変わるんですけど、橋本圭吾さんっていって、兵庫9区からですね、えー、次期衆院選でですね西村康稔と戦うと、えー、立憲からですね戦うという選挙区でした。ちょっとまあ、あの斎藤さん、養護組としてちょっと見逃せないのが、あと増山さんを見てみましょうか。あ こちら、えー、増山さん、えー、これは私が住む西宮市なんですけれども、えー、トップ当選ですね、まあ次回の、えー、選挙に向けてどういう結果になるのか、えー、楽しみではあるところです。まあただもう、この維新ざまという話よりですね、やはりまあ、あの一首をかけてですね、えー、この兵庫県の、えー、状況ですね、えー、まあ、 西原県民局長も、本来であれば4月からですね、姫路のある学校で働くことも決まってましてですね、別にその兵庫県の外郭団体とかではないんですよ、別にその維新の,あのストーリーとしてよく作られるですね、こう天下り団体に天下ってると、えー、それを見越してですね、こうクーデター的にですね、えー、こうあの要は兵庫県の職員さんがやってきて、 こういういうに斉藤さんを引きずるしに来たというわけでもないんですよ、西原島県民局長からしたら、もう退職が決まっていて、ですねこの4月から、えー、もう就職先も決まっていました、えー、そういった中で、まあ、はっきり言って、ですねここまでリスクのあることをする必要なかったんですよ。 全くなかったんですよね、まあ、その西原県民局長からしても、まあ、もちろんその優勝パレードの話だとか、まあ、片山副知事とかですね県の幹部からしたら本当にまずい話が書いてたから、まあ、本当にあの特攻警察みたいなです、ね、形で,です、ね、西原県民局まで飛んでいってです、ね、パソコンも全部。 押収してですね、SNS の履歴も全部見て、ああいった形になったんですけれども、まあ、そこまでの対応っていう、そういう対応されるのかっていうのは、そこまで想像を及んでいなかったのかもしれません。ただ、いずれにしても、西原県民局長からしたら、 な、まあ、何の得もないわけなんですよね、まあ、今後、ずっと、えーまあ、兵庫県の職員としてね、まだまだ、えー、働いていく、えーまあ、例えば私ぐらいの40代の職員の方とかがこう声を上げるのであれば分かりますけれども、もうあのいわば他人事でもいいわけなんですよ。 他人事でも言い訳いなんですよ。もう就職先も決まっていてですね、えー、まあ60以降でですね、えー、まあ幸せに暮らしていくと大の人生を生きるという前にですね、あそこまでの行動を起こされたということでですね、で、最後にまあ、あの、まあもちろん、 えー、西原山県民局長の口から出た言葉直接ではありませんけれども、まあ、奥さんが、えー、代わりに代筆としてですね、えー、込められた言葉の中に、百条委員会は最後までやり通してほしいと、えー、書いていたわけなんですよ。なので、まあ、今回、あのーまあ、このごにを読んでね、道義的責任がないというふうな知事なんで、 ま、解散するでしょう。まあ、でも、ただ解散するということは、こういった西原県民局長の思いも踏みにじるというかですね、まあ、そういったことになるんだということをですね、斎藤知事には、あの、ぜひ分かっていただきたいなと思いますし、まあ、今後ですね、え、今、午後3時なので、まだ不信任決議案出てないかもしれないですけれども、まあ、今日の不信任決議案が可決されてですね、まあ、10日以内に、斎藤知事は何らかの 決断を迫らなくちゃいけないんですけれども、えー、ぜひですね、要は議会を解散するということは、まあ、百条委員会も解散するということであるというのは、ちょっと申し添えておきたいなと思います。ということで、また引き続きこの問題やっていきたいと思います。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それでは